生さんがちょもと喋りたいばっかり言ってたから切れたらかわいそうやな思って。そんなことないですよ。そんなちょも照れんでって。照れちゃうわ。いつも言われへんようなこと言われて照れんでって。だから右のミラーてへってなってんねやろ。え？だから右のミラーがてへってなってんねやろ。それ全部関係ない。ここ来たらカニヨシも両方食べれて。次はコロッチさん。よいしょ、食べてきます。それとね、あともう一軒回ろうってことなんで、よいしょ、もうちょっとインカムがクリーンに繋がってくれたらなぁ。ねぇ、うん、止まったらめっちゃ綺麗に聞こえるし。じゃあ行ってきます。さあコロッケ2店舗目行ったけど、結局1軒目の金吉と同じ系列やったね。まあじゃあ次は、高木さんなんてとこやったっけ。千成亭の方で3軒目のコロッケ、まあ実質2軒目なのかな。そうですね、うん、で3軒目のコロッケ食べに行きたいと思います。いや、さっきね翔さんと話してたやつで、はい、そのさっきナイトロード乗ってたでしょ僕、はい、でそれのウインカの癖が残ってて、さっきのコロッケ屋さんが出るときに左のウインカー出すのにあの消すボタンのまっすぐ押してたんですよ僕。ちょっとあれウインカー出えへんと思って、あ違うわと。な、長さで言うたらね、この BM よりまだナイトロードの方が長いこと乗ってるんで。ああ、そっか。乗り換えてから、このタカピーさん、知り合ってんの。あ、そうか、あの時 BM かも。俺が乗ってるからって普通や思うけど。タカピーさん、気ぃつけね。右側から学生服の子供が飛び出そうとしてる。ここまで来たら、えらい薄い子やな。薄い子やな。もうちょっと前に出してあげると分かんないですよ、あれ。侍。侍なんですね。あ、まあいいですね。武士。でもその武士の後ろにクレーンがあるっていうのが面白い。って書いてあるところ。そうです、そうちゃんとかレンさんはお寿司どうでしたか。美味しかったですね。おお。はあ、はあははあ、は。お、桜並木、並木でもないか。まあまあ。近い感じですね。うん、まだ満開で、でも満開ではないな。満開かこれ。なんか何本か桜やる気ない感じで垂れ下がってますけど。やる気ないで。さっきレンさんとかキッちゃんに乗ってみるって聞いたけどみんな嫌がられる。
なんでなん一緒やん。いや、溶かしたりしたら、あの時の。いや、それ全部一緒やん。まあ、でも今日のあの雨予報がどこ行ってんってぐらい天気ええね。ねえ、いいのに、前の方は怪しいですけどね。前の方の雲はタカピーさんが呼び込んでる。ああ、なるほど。怖い怖いと。今日も伝説のタカピーさん見れるかもしれんな。でもうちこういう時は結構晴れ女だから。おお、これ勝負きたで。勝負って。うちボードとか結構。結構晴れ女対レジェンド雨男のこタカピーさん。あれですよね、あの僕ちょっとサンナさんの動画見てちょっと自分でも引きましたから。なんていうんですか、合流した時あったじゃないですか。ほんまにあの時から降りましたもんね、雪が。そうそう、タカピーさんと合流しようって話になってから。なんかだんだん暗くなっていく。おう、あ、そうなんや。でも雨の日に配達したので今日も来てることやったで。あ、それたまたまじゃん。めっちゃ濡れたからどうもーって来てたで今日も。2回目やね。うん。だいぶ怪しいな。だいぶ怪しいな俺。さっき天気見たら全く雲なかったのに。今日もどう？このレジェンドの力。なに？レジェンドの力どう？レジェンドの力どう？この雨雲を呼ぶ。でも雨雲を呼んでるだけやからまだ分からんよ。周り見てみたら全部暗いで。やばい、レジェンド強いわ。それここだけやで、明るいの。囲まれてますもん。ここうちが保ってるから。囲まれる前にまず逃げないで。だから言うてないレジェンドがいるって。実感すぎだ。今奥琵琶湖パークウェイ向かおうとしてたんやけど、やっぱりね、伝説の高飛さんがいる声で雨雲全くなかったのに、いきなり雨雲がご覧の通りかかってきて、まあ逃げる形でちょっと目的地を変更して今走り出してます。実際もう天気大丈夫やのに雨雲が来るっていうのはもうね、この高飛さんだけのせいなんで、他の人にはあんまり関係ないと思うんですよね。めっちゃ学校の人ですよ。でね、チョモがね、晴れ女やからって言ってたけど、まあちょっと勝てなさそうな感じなんでね、今逃げるようにして走ってる感じです。やっぱレジェンド強しっすね。そうですね。くしくしこの踊らなくても、ちょっと前までね、コロッケとか食べてる間、ちょっと調子よかったんですけどね。そのコロッケを食べ終わったという目的が一回終わるとね、もうあのレジェンドがこう自分で抑えてたものが弾け飛んだかのように雨雲が一気にかかってきて、ちょっと控えめな部分がちょっとなくなったという感じで、まあ、とりあえず今からハリテラスの方へみんなで向かいたいと思います。また走っていきます。ちょもと同じことやる。チョモの左後ろにレンさんいるときもレンさん見えへんねんな。ああ、そう、見えへん。レンさん結構近いからもう白バイみたいな走り方されんねんな。ほんまにレンさん毎回消えますよね。なんかオレンジみたいな情報って思ってないよ。そうそうそう、両方見たらオレンみたいな。何かのドッキリかなっていうぐらい。
ょう。ほんで今日はねハリーテラス最後によって、この後トーマさんみんな食べて帰るんですけど、まあいろいろあったけどみんなで飯食って帰ろうよ。はい、はい、はい。まあなんかね、食べたもんってコロッケだけやけど結構お腹も膨れるし、うん、なんか久々にこの暗い時間まで発してるかなと思う感じかな。まあまた明日から月曜日やし、まあこれからもこうやってねみんなでまたどっか行きたいな。うん、そう。ここでじゃあ今日はこの辺で皆さんとお別れっす。変なテンション。まあタカピーさんのおたけびも聞けたし。うん、まあまたご視聴のほどよろしくお願いします。では皆さん、チャオ。